今そして阿部さん入りましたね。入りましたね、ちょっとあのゲージの後ろでちょっと準備してましたからね、ちょっと大城さんのお話は後ほどたっぷり聞くとして、ここは一旦阿部新監督の、はい、これもうスタジアムの皆さんも気づきましたよね。拍手が起こりまして、その拍手に反応して、あ、何か今いつもと違うことが起こったなという空気に包まれました。何か野球少年のように今何か悔しさをあらわにしましたけれども、松井さんが見つめる中での阿部監督のバッティングです。見送りました。キャンプならではですね。いや、あのバッティングピッチャーが一番気使ってますよ。阿部さん絶対これ柵越え狙ってますよね。狙ってますね。ライト方向、阿部監督の表情は真剣です。そしてあ、今何かこう数値データも確認しながらということになりそうですね。そうですね。この時間は阿部選手に戻りまして、1・2塁間の打球です。阿部監督も相当痩せましたからね。現役の時よりもパワーがどうなのかなっていうのはちょっと気になってるんですけどね。なるほど、はい、年々体を絞っている阿部監督です。今 SNS からも、まあ、バッティングピッチャーの大貫さんも緊張しますねというフォローのコメントもありますが、まさにその通りだと思います。いきなりコントロール乱してますからね。あの大貫投手、まあ、バッティングピッチャーとしてね、あの非常にコントロールいい、はい、ピッチャーというかね、バッティングピッチャーなんですけど、だいぶボール抜けてますからね。でも、まあ、当ててもいけませんし、そうインコースつきすぎてもいけませんし、選手以上に当てちゃいけないという気持ち非常に出てますからね。ライト方向、この打球はどうだ、フェンスダイレクトの当たりです。ただやめません阿部さんです。いいバッティングしますよね。非常にいいバッティングしますよ。センター方向、まあ、今本当にこうトラックマンを含めてね、非常にこういう、まあ、技術がデータがね良くなって、まあ、阿部監督が現役の時っていうのはなかなかここまでねデータ化されないので、ですから今逆にバッティングしながらね、はい、あの自分の感覚と数値と今確認してますよね。本当に阿部監督 もう普通に個人的に気になるところもあるかもしれませんね。まあ、そうですね。あのやっぱりこう数値見てるだけだとわからない部分があるので、自分でこう体現してね、数値と合わせるというところなんでしょうね。意識してますよね。鋭い打球です。ただあの12球団見渡しても、まあ、ランチ特打の時間ではありますが、監督がバッターボックスに入るなかなか見られない光景ですよね。ほとんど見られないですね。ほとんど見られないと思いますよ。これも 1,2 塁間です。いろいろ SNS にもゴーゴージャビコさんから阿部監督の代打俺いけそうな気がするという話でしたり、まだまだ現役できますねというコメントもたくさん届いています。どうだ、あと少しというところ、
今ゲージ出ようと思ったんですけど、今安倍さんの感覚はもう入りましたね。そうでしたよね。スタンドインして終わろうと思ったらフェンス直撃でやめれなくなったっていう。柵越えが見たいというコメントもたくさん届いています。本当に監督兼捕手、捕手兼監督、代打も務められそうです。もし入れるならばやはりもう引っ張りの打球ということになりそうですか。いやしかないですよね、これバッティングピッチャーもインコース少し甘めのボールなんですよね。あ、今のところいいですね。あそこを狙っていきたい大貫さん、ここまでということになりました。温かい拍手に包まれまして、何か気温もぐっと上がったような感じがいたします。高橋由伸さんはもうジャケットネクタイ姿ですから、なかなかバッティングというのは非現実的ですが、松井さんも触発されるなんてこともあるんでしょうか。